世界の横澤チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。やっほーみんな、息が悪い。こっちだから、こっちだから今言おうとしてたから。ひろきだよ。やっほーみんな、息してる、てんちむです。よろしくお願いします、本日も。メイクセンス、楽しい。これ本当に楽しいと思う。いるよ。微妙になんで真顔で言う。いや、横澤さん、顔も小さくなりまして。見てください、このやばいよ、顔の差。いや、小顔じゃん、横さんは。そうだよ。さあ、今日は今日はですね、はい、前回、まあ引き続きですね、ラックビューズさんっていう赤坂の、お店を今これ借りてるんですけど、すごいおしゃれだよね、この店、はい、本当に素晴らしい。ありがとうございます。前回の動画でポーカープレイヤーってどういう生活してるのみたいな話とかを結構深掘りしてたんですけど、肝心のポーカーっていうゲームをみんなで始めようと思っておきながら、ルール説明まだしてなかったんで、はい、まあ、ルール説明のところを今日はメインにやっていきたいなと。よろしくお願いします。ちなみにあれですか、なんかポーカーってなんかいろんな種類あるけれど、今回教えてもらうのは横澤とかが普段やっているテキサスホールデム。なんか一個ルが多かったな。まあテキサスホールデムっていう、はいはいはい、まあ、世界で一番プレイしてる人口が多い、まあ、ルールのポーカー。なるほど。を今日は教えちゃいます、はい、お願いします。でこの動画をもう見終わったら明日からポーカーできますみたいな動画にしたいと思います。わー、よろしくお願いします。完璧な動画にしたいと思います。まあそもそもなんだけど、ポーカーっていうゲームはどんなゲームですかっていう話をするとですね、52枚のトランプを使ってやるゲームです、はい、で人数は2人から10人ぐらいまで結構何人でもできます。まあみんなこれでチップを持った状態でプレイするんですね、はい、一番最初に結論まで言っちゃうと、全員にカードが2枚ずつ配られます。はい、場にカードが5枚表向きで出ます、うん、手に持ってる2枚と場にある5枚のカードを合わせて戦うゲームです。はい、この3人の手を持っている中で誰が一番強い手を持っているのかっていうのを競うゲームだと思ってもらえれば分かりやすいかなと思います。そもそも5枚でやるポーカーをやったことがある人だったら結構分かりやすいと思うんですけど、まあ、役ってのがあるんです、ポーカーって。なんかワンペアとかツーペアっていう、そう、言葉を聞いたことある人多いと思うんですけど、ポーカーのルール説明を分かりやすくするために5枚でやるポーカーのルール説明を先に軽くしたいと思います、はい、よく日本でみんながやったことあるよって言われるポーカーってこうやって5枚手札がありますと。でこの5枚手札がある中で同じカードの組が1組あれば1ペア、うん、2組あれば2ペア、うん、この役の強さっていうのがまず決まってます、最初から。弱い順に言っていくとですね、はい、まず1ペアっていう役が一番下の役になります。同じ数字の組が1ペア揃ってるからそのままの直役で1ペア、うん、でその次に同じカードが2組ある66、これが、まあ、もう1枚のカード何でもいいです。これが、2ペアっていう役になります。はい、これ質問なんですけ ど、例えばじゃあ横澤がじゃあ6のワンペアでした、でこっちがじゃあ例えば2のワンペアでしたみたいな、ワンペア同士の戦いってはどうなるんですか。めちゃくちゃいい質問です、はい、このワンペアっていうの中でも当然数字が高い方が強いです。なるほど。ポーカーっていうゲームは基本的にエースが一番強くて、なるほどね、王様がエースってことね。まあ、王様がエースって言うとすごい分かりづらいけど、キングってすでに他の王様がいる状態だから。なるほどね。エースが一番偉い、はいはいはい、で2が一番弱い。ああ、なるほどね。じゃあ例えば2ペアの場合、エースの1ペアっていうじゃあカード横さんが持ってました、はい、でこっちはキングとクイーンの2ペアだとしました、はい、そしたらどうするんですか。めちゃくちゃいい質問ですね、はい、1ペアと2ペアっていう役に関して言うと、はい、どんな最強の1ペアよりも2ペアの方が強いですと。なおかつお互いが2ペアだった場合はより高い数字のペアを持ってる方が強いです。なるほど。じゃあさ、エース2で、はい、エース2でこっちがキングとクイーン、はいはい、どっち。エースとクイーンです。あー、なんで嘘つくんだよ。天地部の方がなんか人間性が高い。うせよ。安心してください、このゲームに人間性は関係ないです。はい、手の強さのみです。なんで今の質問めちゃくちゃいい質問で、キングとクイーンだろうがなんだろうがエースとなんとかのツーペアの方が常に強い。なるほど。じゃあとりあえずエースを持つっていう、エースがとにかく強いっていうのが、まあ、とりあえず役の強さがあります、はい、でこの1ペア2ペアの上にさらにあるのが3カードっていう、まあ、つまり同じカードを3枚持っていますっていうのが3カードっていう役です。当然残りの2枚は何でもいいです、うん、これは2ペアよりも強いです、うん、その上にちょっとここから複雑になるんですけど、ストレートっていう役が存在します、はい、これストレートっていう役は何かっていうと、数字が5つ連続してるのをストレートって言います。5、6、例えば7、8、9みたいな、この5枚が揃ってるとストレート、ストレートって役を持ってると1ペアとか2ペアとか3カードよりも完全に強い、うん、この時ちょっと特殊なのが、このゲームエースが一番強いって言ったら、うん、じゃあ一番強いストレートって何なのって話をすると、エース、キング、クイーン、ジャック、テンっていうこの5枚、これが一番強いストレートです。なんで急に13と1繋がっちゃってんのって思うんですけど、そういうもんだと覚えてください、はい、なぜか1から10までがストレートになります。10、11、12、13、1、これが最強のストレート。気をつけたいのはこういう形はストレートになりません。11、12、13、1、2はここは繋がんないの、なぜか繋がんのここだけです。 OK です。これが一番強いストレート。さらにそのストレートよりも強いという風になってるのがフラッシュっていう役があります、うん、
数字の下に書いてあるこのマークが5枚同じのが揃ってるとフラッシュっていう役になります。このマークは何にも関係ありません。例えばスペードだろうがカープだろうが全く関係ないんですけども、フラッシュの中にも当然強い弱いがあって、高いカードが含まれているフラッシュがより強いと思ってください。はい、つまりじゃあこのフラッシュとこのフラッシュだったらどっちが強い？下のスペードの。おっしゃる通りです。どんだけ弱いカードが他に含まれていると高いカードが含まれている方がフラッシュとしてより強いフラッシュ。なるほど。さらにこのフラッシュよりも強い役があります。まだあんの？まだある。フルハウスって役なんですけど。あ、聞いたことある。こういうのがフルハウスって役になるんですけど、スリーカードとワンペアってこと？そう。フルハウスが負けることはあんまないぐらい強い。さらに問題なんですけど、フルハウスの中でも弱い強いがありまして、このフルハウスとこのフルハウスはどっちが強いでしょう？こっち。おお、なぜ？ジェ。なんで？そうなんですよ。フルハウスっていう手の役は3枚の方の役の強さで決まるんですよ。あ、そうなんだ。知らなかったでしょ？知らなかった。もちろんでも3枚が同じの場合、同じ666のフルハウスの場合は当然66655よりも66ジャックジャックの方が強いです。なるほどね。もちろんね、はい、ただ3枚の方で基本は勝敗が決まりますよっていうのを覚えてる。了解です。はい、これがフルハウスっていう役です。はい、基本的によく出るのはここまでです。4カードっていう役だそうです。はい、単純に同じカードが4枚揃ってる、これが4カードっていうので、まあまあ出ない、まあ、どんなフルハウスとかフラッシュとかよりも4カードの方が常に強い。さらにそんな4カードよりも強い役が存在して、はい、この同じマークでなおかつ数字が5個連チャンになってるやつをストレートフラッシュって言います。なるほどね。これは出ない。で、一番最強の役っていうのが実は存在します。なんでしょう？ちょ、正直わからない。ロイヤルストレートフラッシュって。あー、聞いたことある。すごい綺麗。この10、11、12、13、1がストレートになるって話をしたと思うんですけど、ストレートフラッシュ界最強のストレートフラッシュがロイヤルストレートフラッシュなわけです。なるほどね。これが最強役です。俺今までの人生で多分 3,4 回しか出したことないんだけど。でも出したことあるんだ。あるあるです。すごいね。毎日こんだけポーカーやってる俺が7年、8年やって 3,4 回ってことは、普通の人は生きてる間に出さない可能性も全然あると思う。なるほどね。これがポーカーの役の強さです。覚えなくても見ながらやっても全然できるんで、よかったらこの動画見てる人も見ながらとりあえずはまずはやってみてください。はい。まあ話を戻すと役の強さは分かりましたと。どうやって役の強さをこのテキサスホールで勝ち取っていくのか。場にある5枚のカードと手元にある2枚のカード、これを合わせて役を作ります。はい。この5枚は共通なんだけど、ペンチムの方の役はこの7枚の中から一番強い5枚を選ぶんですね。つまりまずワンペアが場にあるので、ワンペアは役として成立してます、はい、うん、でその時高いカードを順番に拾っていくんで、これが一部パイセンの手です。3のワンペア、この役の強さについては5枚のフォーカーと全く一緒なんで、さっきの役の説明のやつを思い出してもらえばいいと思います。で、俺の持ってる手札が例えば1と7だったら、俺はエースのワンペアがこれできるので、うん、エースのワンペア、3の2ペアになって最後クイーンが来るので、エースと3の2ペア、単純にさっきの天地の手は3のワンペアに対してエースと3の2ペアなんで僕の勝ち。説明の中でも勝っていくスタイル。なんかすげえ敗北感。これを3人とか4人とかでやることもあるんで、例えばここにヒロキの手を持ってるとして、ヒロキはエースと3のフルハウスを持ってるんで、この3人の中だったらヒロキが一番強いねっていう感じ。なるほどね。出ちゃった感じ、実力やってるし。というわけで、まあ、これがポーカーのルールなんですけど、はい、今のだけじゃ正直 100% 運じゃないですか、うん、だからこのゲームはなんでこんだけ流行ってるかっていう理由を説明すると、最初2枚ずつしか手札配らないんですよ。つまり真ん中に出るさっき言った5枚のカードっていうのは不明な状態でプレイしなくちゃいけないです、はい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 、このまず2枚の時点で自分の手札をこっそりチラ見して、この手札に参加したいかどうか、持ってるチップをかけるわけですよ。ほらこのチップをかけたりなんだりしたのを経て、カードが3枚を開くんですよ。まず最初ここでまたチップをかけたりなんだりして、さらに4枚目が出て、ここでまたチップをかけたりなんだりして、最後5枚目が出て、またここでかけたりなんだりするんですよ。なるほどね。勝負に行くまでの間にかけるラウンドが2枚の時点、3枚の時点、4枚の時点、5枚の時点で4回もあって、このチップをかけ合うっていうお互いのバトルが終わって初めて手札を見せるんですね。なるほど。ほらこのゲームっていうのは最初の2枚の時点で参加するかどうかを決めなくちゃいけないんで、ちょっと今日は気分がなんか乗らねえからこの手降りようって思って降りた場合は見ることもできずに負けが確定しちゃうんですよ。だからある程度お金を払わないとカードを見に行くことができませんと。それがこのゲームの一番面白い要素で、2枚の時点で行くかどうかを決める、で3枚開いてからまた行くかどうかを決めるっていう感じで、決断のステップが何個もある。その中で自分が持ってる手がものすごく強い時に相手からうまくチップを引き出すっていうテクニックだったりとか、逆にめちゃくちゃ弱いのに強い風に見せかけて相手をプレッシャーかけて戻しに行くこともできる。なるほどね。っていうのがこのゲームの魅力です。はい。実際にもうここまで来たらポーカーのルール説明っていうのはほぼ終わっていて、あとはやるだけなんですけど、はい、実際のゲームをやるときにどういう流れになるかっていう説明をしたいと思います。はい。このゲームにはディーラーボタンっていうものがあります。これは僕ら3人でやってるとしたら、最初に誰か1人このディーラーボタンにある人が何件か決めるっていう風にイメージください。じゃあまあ例えばヒロキがディーラーボタンですってなったら、強制参加費ブラインドっていうのがポーカーっていうゲームだそうですけど、
ど、はい、このゲームってさっき言ったように2枚の時点で降りることができちゃうんで、ずっと降りれちゃうんですよ。でもそしたらひたすらひたすら強い手を待つことができちゃうから、うん、面白くねっていうことで強制参加費を払わせるっていうルールになってます。なるほどね。リーダーボタンで1個次の人が、例えば今回だから100人しか、その1個次の人がその倍の金額の200をかけなくちゃいけないっていう風に決めます。で、この金額っていうのは大体最初に決めますもん、いわゆる今日はじゃあ100、200でやろうぜとか、まあカジノとかに行くとテーブルによってこの金額が違うっていう風にイメージします。まあ、今回は100、200にします。これはスモールブラインド、ビッグブラインドといって、常にビッグブラインドの人がスモールブラインドの金額の倍をかけます。で、支払うのは次の次の人。そういうことです。じゃあ例えばこれ今3人でやってるんだけど、もしここにもう3人ぐらいいたとして6人でやってるとしたら、この3人の人は何も払うじゃん。まあ、ただ何もない人たち。なるほどね。ヒロキはディーラーボタンっていう、まあ、つまり親みたいな、うん、一番偉い人だと思います、はいはい。このディーラーボタンっていうのは1ゲーム終わるごとに回ってくるんですか？おっしゃる通りです。ここに選ばれた僕らはすごく損な気がするんですけど、ちゃんとゲームが終わればこれがぐるって回って、例えばこの次のゲームはチムがボタンになって、俺が100、ヒロキが200を出さなくちゃいけないっていう風になってます。有利不利は、まあ、基本はない。ぐるぐる回るだけなんで、まあ、ちょっと実際にどういうゲームの流れが進むのかだけを軽く説明したいと思うんですけど、はい、まずじゃあ例えば天地もボタンにしようか、はい、じゃあ俺が100払います。カードがまずこうやって2枚ずつ配られます、はい、この2枚を他の人に見られないようにこっそり見てくださいって言って、チラッと。で、まあ、今回練習なんで見せながらやりましょうか、はい、こんな感じで、まあ、これ本来は見せないで自分だけがこっそり見てるやってますと。で、テンチムさんの順番からまず始まる。この場合このゲームはビッグブラインドを払っている1個次の人からゲームがスタートします。ここで気をつけたいのが、参加するかどうかを決める場合に、参加しないっていう風に決めた場合、例えばテンチムがこの手を参加しないっていう風に決めたら、もう降りてこのゲーム終わりです。おお、なるほど。あと放置、ただ待ってるだけ。参加したいなって思った場合はその場に出てる金額で一番大きい金額に常に合わせなくちゃいけません。なるほど。今出てる金額で一番大きいのは200なんで、最低でも200払わないとゲームに参加することができません。なるほど。じゃあ参加したいってなったらこういうこと。そういうことです、はい、これがいわゆる参加したい場合に払わなきゃいけない金額です。このゲームの面白いのは、ただ参加するかどうかだけじゃなくて賭け金を上げることができます。もし賭け金上げたいと思った場合は、倍以上の金額であればいくらでも好きな金額をかけられます。なるほど。あ、これ来たわっていうふうに思った場合、これでもいいと。そういうことです。おー、いきなり1000とかかけることもできる。なるほどね。例えばここで天地の上が1000かけたしましょう。でもこの1000っていう金額になった場合、次の僕の順番なんですけど、さっき言ったように倍出てる最高金額に合わせなくちゃ参加できない、うん、今倍出てる最高金額は1000になっちゃってるんで、はい、僕が参加したいって思った場合は1000払わなきゃいけないんですね。なるほど。もし参加したくないよって思った場合は、僕強制参加費の100はすでにかけちゃってるんで、降りるとしても100は取られちゃう。でも僕のこの6と8っていう手は、まあ、あんまりなんか魅力的じゃないので降りますって思った場合は、もうこの時点で僕は負けが確定して100を真ん中についていただきます。なるほど。で、仮にヒノキもこの3と8っていう手すごく弱いので、プラスで貼ってくださいね。今200出してるんで、もし参加する場合はプラス800の1000を出す、もしくは降りる、うん、当然もっと上げることもできて、その金額よりもさらに高い2000以上の金額、例えば2000だったりとか、まあ、3000だったりとか、まあ、好きな金額に賭け金を上げることもできるんですけど、もしかけなかった場合ヒロキが降りました、こうするってと、僕もヒロキも降りたので、もうテンチム以外の人に場に残ってないです、はい、そうするってと、この300はテンチムのものになって終わり。なるほどね。じゃあもうカードが出ることもないまま終了っていうこともあるんですね。終了。この時点でテンチム先生は300儲けました、おしまい。で、この手は見せることもなく次のゲームにこうやって進んでいっちゃうわけです。なるほど。それだと面白くないので、カード配り直して、はい、もう一回やってみましょう。はい。例えばじゃあテンチム、この手はどうしたい？この手は参加します。はい、200。この時に今全てのアクションで説明したと思うんですけど、ポーカーのアクションっていうのは大まかに3つあって、今みたいに金額を合わせることをコール、倍以上の金額に上げることをレイズ、で、降りることをコールドって言います。はい。で、これ何て言うかは正直あんま重要じゃないんで覚えなくてもいいです。まあ、3つあると思ってください。合わせるか、降りるか、上げるかの3択が常にあるように、まあ、今回は合わせましたね、100にコールしました。で、僕は10と3っていう手すごく弱いんですけど、もう100出しちゃってるんで、もう上に100乗っけるだけでいいんで、じゃあちょっと参加してみようかな、うん、じゃあ参加します、はい、次はヒロキの順番なんですけど、ヒロキくんはもうすでに金額が200、200、200で合ってるんですよ。なので1円も払うことなく参加することができます。なんでこの時点でヒロキくんは参加することができて、はい、なおかつヒロキくんにもだから選択肢が2つあって、コールドっていう選択肢は今ないんです。なぜならば金額が合ってるのでタダで参加できます。ヒロキはオプションを持ってます。これオプションっていうのは何かっていうと、この金額に合わせてこの状態で最初の3枚を見に行きますよっていう、ね、アクションチェックっていうアクションなんですけど、もしくはこっからさらに金額を上げることも当然できます。なるほど。これは強えぞって言った場合、例えばじゃあこれを1000とかにすることができて、じゃあこれ1000にした場合は順番が今度はまた天地に戻ってくるんです。はい。で、こうすると天地は同じようにこの1000に合わせるコールするか、今度は降りるか、もしくは金額をレイズするかっていうことができます。なるほど。じゃあちょっと600にレイズしたことにしましょうか。で、ひろきくんは600にレイズしました。じゃあそれでもし自分が参加したいってなったらプラス400。そういうことです。
じゃあまあ今回は合わせますか。はい、合わせましょう。で僕はテントさんっていう手は弱い手なので、もう600万払いたくないってことだから僕は掘ります。この時点でこうするっていうと、この2人の戦いになります。この時点で金額が600600に合っていて、もうこの人は降りているので、ヒロキは最後にレースした人なんで、もうこれで順番は回らないです、これ以上。はいはいはい。ここで例えばヒロキが、じゃあさらに1000とかっていうことはできなくて、もう1回600ってこの人は言ったのに対して、テンチームが合わせた状態なので、もうこれで次に進めます。はい。基本的に次のステップに進むためには、毎回こうやってかけている人同士の金額が合う必要があります。うん、なので、合ったので、この今2人がかけた金額を真ん中に打っちゃいます。カードが3枚になります。3枚のカードがまず出ました。はい。こうすると順番があるんですけど、このディーラーボタンを持ってる人の時計回りで1個次の人からアクションが始まります。で僕は降りてるんで、僕はもうすでに何もすることがないので、必然的に僕はスキップされて、ヒロキの順番から最初アクションがスタートする。ヒロキ君はこの時点でオプションが2つあります。1つは金額をかける、俺は強気だぞっていうところで好きな金額をかけることができます。はい。最初今回は200が最低ベッド金額っていうルールでスタートしたので、一番小さい単位で言うと200、もしくは例えば4000とか1万とか、持ってる金額全部でも何でも好きな金額をかけることができます。もしくは、まあ、さっきチェックって話をしたと思うんですけど、パスができる。チェックってのはパスのことで、これは相手に順番をお金をかけずにパスしますよってことができます。でこの時点でヒロキ君は今場に誰もお金をかけてる人がいないので、降りるっていう選択肢はない。かけるかチェックするかの2択、どっちにする？チェック。なのでヒロキ君はチェックしたので、お金を1円もかけずにテンチム先輩に順番が回ってきました。はい。じゃあテンチム先輩も同じように、オプションが2つあって、チェック、まあ、つまり次のカードを見に行くか、もしくはお金をかけるってことができます。はい。もしここでテンチムがチェックした場合は、2人ともお金がかかってない状態で合意されたっていうことで、4枚目のカードが開きます。はい。チェック、チェックしましょう。はい。じゃあテンチムさんもチェックしましたので、4枚目のカードが開きます。はい。4枚目のカードが出たので、またヒロキからのアクションになります。ベッド、いくらベッドしたい？500。じゃあヒロキは500ベッドしました。ペンチムは降りるか1000以上の金額に上げるか500合わせるかの3択になります。これ自分だったからオールインするわこの手、はい、ストレートっていうものすごく強い役になってて、はい、どうしますか？まあでもとりあえず一旦ね、500円、はい、500円、一旦500円にします。これもまた真ん中のポットに集約されて、5枚目のカードが開きます。5枚目のカードが出て、またエグいカードが出たんですけど、アクションをヒロキさんに移ります。よく考えよう。ではエースの3カードだから、エースとキングの2ペアとか、エースのジャッジ、エースとジャッキーの2ペアが勝ってた。ベッドします。おお、いくら？1600ベッド。おー、1600のベッド、強気だ。まあこれは当然ゲームの話をすると、ヒロキ君はエースの3カードなんですよ、はい、からすごく強い役なので、強気に1600をベッドしてきましたので、はい、そんな体勢でテンチムが。そうですね、悩みますね。これもしかしたらね、エース2枚出てるんで、向こうがキングとか、もしかして2枚持ってたらフルハウスいってる可能性もあるけど、今これストレートなんで、はい、行くか。1600出しました。はい。この時点で2人の金額が最終的に合ったので、ここで初めてお互いのカードを何を持ってたかっていうのを見せます。ここでやっと勝負が決着するわけです。はい。これまで本当は知らない。おっしゃる通りです、ね、この状態でスタートして、はい、じゃあ金額があったので、オープン。くらえ、天チーム、エースの3カードだ。くらえ、ひろきさん、私のカードだ。じゃじゃーん。どうしてだよ。藤原達也いるぞ、そこに。というわけで、こっちは3カード対ストレート。さっきの役の強さの説明通り、ストレートの方が強いので、このポットに入った金額は全て天チームのものになります。はい。イエーイって感じで1ゲーム終わりです。1ゲームが終わったらその通りです。このボタンが次は僕になって、同じくヒロキとテンチームが100、200を払った状態で、このカードを全部1回シャッフルし直して、ゲームをもう1回ここから進行していくよというような感じになります。はい、了解です。だいたいこの1ゲームは1分から2分です。だいたいだから1時間あったら、まあ30から50ゲームぐらいはできるかな。すげえコスパいいじゃん。コスパいい。どん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 ゲーム数が積み重ねていく。なるほど。というような感じ。Okay、まあもうこれで一通りルールの説明は終わりました。はい。もうこれでポーカーできると言っても過言ではありません。はい。というわけでですね、実際にじゃあゲームをやってみたいと思います。はい。ボタンは僕です。ヒロキとテンチムが100と200をそれぞれ出してください。で今これ僕自分でこうやってカードシャッフルしてるんですけど、本当だったらディーラーさんがいてただ配ってくれます。はい。配ります。はい。今回は実際にみんなお互いカードを見せない状態でちょっとガチンコでやってみようと思います。もうこれです。はい。僕はじゃあこの手は参加したいのでコールします。200に合わせます。ヒロキこれです。ヒロキもこの手は参加したいのでコールします。はい。コールしたらテンチムのカードはこれです。じゃあ、はい、私も参加したいのでこのままにしときます。はい。最初の3枚を見に行きます。最初の3枚はこれだ。678っていうカードが出ました。で順番はヒロキからになります。リーダーボタンの次のやつチェックします。じゃあ私もチェックで。横澤までチェックで回ってきました。どうやら2人ともあまり強くなさそうですね。僕はこのシチュエーションではお金をかけることもできるんですけど、まあ、みんななんかおとなしそうなんで僕もチェックしたいと思います。この手は4枚目のカードでいきます。でまた同じくヒロキの順番からになります。ヒロキはお金をかけるかチェックして次の人に回すかを選ぶことができます。1枚5があるとストレートなのでチェックします。はい。チェックします。僕は2人ともチェックで弱気なので300ベットします。
こうすると2人はこの300を出すか、もっと高い金額をかけない限りはもう参加することはできないと思います。このゲームどうしましょう。どうしてだよ。あ、降りました。そう、降りるときはこんな感じで手札をピッて真ん中の方にそのディーラーに渡すと、もうその時点で負けが確定します。じゃあ私は行きます。行くよ。横澤ひろく、はったりするから。あ、そうだね、はったりの可能性あるから。はい、じゃあ天チームは300合わせました、はい、この時点でひろきが降りて僕と天チームの対魔になります。はい、そうだね。で、ひろきが降りてるので天チームの順番から。じゃあ私は行きます。300ベットしてきました、全中が領域の。で、こういう時にポーカーっていうゲームにおいては場に5枚カードが出てるのが見えてるので、相手の2枚何を持ってるかっていうのを想像するのがすごく重要で、天チームは最初の3枚の時点では弱気だったけど、4枚の時点では一応300に乗ってきた。で、最後のジャックで300ベットしてきてるんで、ちょっと強いぞというふうに言いたげなんだけど、300っていうのはちょっと金額的にはだいぶ安い。なんでかっていうと真ん中に1200もあるんで、うんうん、1200に対して300っていうのはちょっとやっぱり安いので弱気にも見えるみたいなことを考えて、僕は弱気なので、うわ、金額を上げます。うわ、900にレイズします。プロギャンブラー怖いよ。そうすると天チームは900に合わせるか、もっと高い金額出すか、降りるかの3択になってるわけです、はい、もし天チームが降りた場合、この時点で僕の勝ちが確定して、真ん中にある金額は全部僕のものになる、うん、上に僕はこの手を見せないまま次のゲームに進むことができます。なるほど。じゃあ私は見たいので見たいので、はい、900出します、はい、こうだね、はい、はい、天チームさんも900出しました、うん、なので、この時点で金額がお互いあったのでお互いカードにします。この時、うん、最後にかけた方から、うん、手札を見せるのが普通です。僕はストレートです。4、5、6、7、8、はい、私はジャジャン、ワンペアです。言うとつけよ、お前フラッシュだろ。え本当だ、フラッシュだ。あやばいやばい。出ちゃった。え、すごくない。天チーム、君がプロだよ。参った。だってもう全員を騙したところが自分が一番騙されてる。自分も気づかなかったから。気づいてなかった。これは本人気づいてなかったんですけど、テンチムはハートのフラッシュです。なるほどね。僕はストレートなので、なんと僕は負けました。プロギャンブラー敗北です。よっしゃ。今までご視聴ありがとうございました。世界のお子さんチャンネルは今日から世界のテンチムチャンネルに、はい、乗っ取らせていただきます、はい、よろしくお願いします。テンチムプロギャンブラーへの道、道次回楽しみにしていてくれるわ。まあだから今みたいな感じで戦っていくゲームで、このゲームはテンチムの勝ちでした。面白いのが、この時点でテンチムはあと1枚ハートが出たらフラッシュっていう状態だったんですね。で、最後のジャックで引きがある状態。僕も実は5、6、7、8で、あと4か9が来ればストレートっていう状態だったんです。で、ここで4が来てくれたので僕はストレートが完成して、テンチムは最後のハートでフラッシュが完成したと。お互いどっちも最初の手の強さとか、いわゆるどん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 入れ替わってるわけですよ。最初の2枚の時点ではクイーンの方が強いんだけど、3枚が出たら6のワンペアが強くなるし、こっちでストレートになって、最後フラッシュになってって感じで、こう2点3点状況が変わっていくわけ。その中で相手が持ってる手は何なのか、自分の持ってる手はどのぐらい相手に対して強いのかっていうのを見極めながら、チップを駆け引きで戦っていくっていうのがこのポーカーっていうゲームです。オールインでもよかったね。そうだね、フラッシュめちゃくちゃ強いから、ね、強いね。だからまあ本当は今の手ももし天チームが自分の手がフラッシュだって分かってたら、もうちょっと金額上げてね。すごい頭悪い人みたいじゃない。ポーカーできるしないんだけど大丈夫。フラッシュすら覚えられないって、まあ、やばい、慣れていくもの。まあそうだね。まあざっくりの一連の話です。これをひたすらひたすらボタンをぐる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 回しながら何ゲーム何ゲーム続けていくのがポーカーの基本的なルールです。楽しい、すごい勉強になりました。このラックレイズってお店は今これ赤坂にあるお店なんですけど、まあ、こういう都内とか、まあ、東京に限らず結構日本全国にアミューズメントカジノって増えてて、いわゆるお金をかけないでポーカーが遊べる、まあ、ポーカーバーみたいなのって今すごい増えてて、そういうとこに行くとルール知らないとかいう人でも、世界のお子さんチャンネルでポーカーを覚えたんですけど、ポーカーやらせてもらっていいですかみたいな言ったら、もうみんなウェルカムで、あーいいね、いやもうお邪魔をしてますみたいな感じで入れるんで、横沢の縄張りね。そう、横沢の縄張りなんで、縄張り、はい、横沢の名前使ったら大体どこでもそうつくみたいな。なんでまだポーカーやったことないよって人もぜひぜひね、気軽に日本でもポーカーでできるんで、はい、まずはこういうとこでポーカー練習して、最終的にラスベガスとか、それこそ3回100万の大会でも出れるようになってほしいなと思っております。はい、はい、というわけで、以上がポーカーのルールの説明でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。そして本当に今日は撮影協力いただきいや全然横澤さんのファンなんで、いやこういう風にねまた会えて嬉しいです。もういいです。しょっちゅう竹トラ食いってからラーメンこの間竹トラおごってもらったそうそうそう、竹トラおごってもらったよかったら私のチャンネルも概要欄に貼ってるんで、よかったらチェックしてください、はい、日常載せてます、クズな日常、よろしくお願いします。はい、今後とも世界のお子さんチャンネルと天チームチャンネルよろしくお願いします。お願いします。またね。